はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日よりですね、新しい闘技大会が始まっています。それを始める前に前回の結果から見ときましょう。ウェイト無制限ですね。バラモスが活躍した大会8047、悪くないよ。いっぱいした割には悪くないと思います。で今回の、スケジュールを見ときましょう。今日からですね、第45回大技強化となっております。全ステージ 30% 軽減、大技威力 40% アップ、HP 30% アップと、ウェイト225という大会となっております。で前回は、ベスキングバラモスと組み合わせがすごい良かったんで、今回大技ということでベスキング、そのままね採用しつつ、二軸弱ですね、二軸弱も大技なので、それで任してやろうと思います。キラパンは初ですね。私のパーティーとして初参加となります。やっと才能開花でローリングなんとかってやつ取ったんで、まあ実戦で使ってみたいと思います。まずは、運営さんのパーティーとなってますね。なんで最初は出てもいいと思います。さあ行きましょう。よろしくお願いします。で相変わらず全部は取れてませんので、そこはご容赦ください。どうしようかな、なんかうまく当たれないね。まあこんなんでいきましょうか。はい、よろしくお願いします。移動にが寂しい、マヒャード打てるかな。こっちが打ってもいいか。こっちが打ちましょうか。はい、出てって激しく噛みつく、もしくはローリング、ローリングウィンドクローですね、名前が。まあまあいいや、行ってみましょう。406、これでみんな当たれるのかな。当たれる。すごくないかな。すごいよね。最近は前に障害物だとか味方がいると、打てませんよっていうのが増えてますけど、その前にこの子才能開花をもらってますので、素晴らしい才能開花だと思います。はい、ゴーエンリュウだったかな名前忘れちゃった。はい、お、魔人じゃ無理。どっちも無理だ。ローリングなんとかをやっていきましょう。329、強いのかね。弱点の相手にあれだからね。まあ移動4っていうのがね、使い勝手がいいっちゃいいですよね。二軸弱、移動3欲しいな。2じゃやっぱ寂しい。くっつかなきゃダメなんで、運営のパーティー出てないか。で、あとじゃあメラギラが通りそうな。もう早速ドリアムなんだね。このランクになってきても、やっぱドリアムが出てくるんすね。ハッサンとか。なるほどね。強そうだね、ここね。ギーラ、ここ行ってみますか。キラータイガーね。そうだね、キラータイガーもそうですね。前々回で使ったんで、まあキラータイガーね、置いときましょう。キラータイガーだね。はい、対戦よろしくお願いします。スラリンガルとは2戦目なのかな。バギ、これ速攻落としたいね。でこれは来てもらった方がいいね。来てもらう。ゴーエンリュウは次のターンで、これ受けるか。これも来てもらおうか、一応ね。
7番、あ、ちょっと待って、先行けるか、あ、行けるね、これ先行っちゃおうか、行って89か、まあまあいいでしょう。これは1個下がっておく。カードで落とせそうですがね。4番目5番目、あ、いいんじゃないですか。あ、6番目で打てんのか。あ、で打っちゃってもいいな。よし、じゃあこんな感じでいきましょうか。これは先に打ち込むんだね。はい、行きましょう。2枚1、待機ですね。これもアヒャド打とうか。打てる。落とせる、素晴らしい。よし、でこれも先に打ち込める。落とせない、やるな。さあどうなる。ミサイル頼むよ、頼むよ。ミスはナイスです。身代わりか、そっか。これはやばい。大丈夫。おおほほほほほ。ちょっと待てよ、これどうしようか。回復入れようか。か、これで。どうしよう。いや、これ攻めるか。攻めようか。3ターン、今2ターン目だよね。攻めましょうか。魔神で次こっち。あ、惜しい惜しい、その回心は惜しい。ローリ惜しい、これも惜しい。ちょっと待ってよ、これどうしようかな。困ったな。こっち側で、ちょっと待って、ベース、耐性ギラ半減か。無理だなこれ。無理なんで落とさせてもらうね。ぶちかましの方が逆にいいのかな。ぶちかまししようかな。いやー申し訳ない。おお、落としてこないんだ。望遠竜900、抜群。そうか、身代わりか。あれで一旦惜しかったね。はい、3戦目ですね。あ、似たようなパーティーですね。ベスキングに二軸弱オルゴ。あ、ここ、あ、ここいいかもね。ここにしましょうか。ここですね。 OK。 はい、対戦よろしくお願いします。死神貴族、シルバーデビル、才能開花組ですね。才能開花待ち組ですね。待機組。さあどうだ。7番目。これはどうしようかな。ドリアムから行こうかな、やっぱりね。ドリアムで、あの後ろ2人はうちのドレアムが倒すと。でこっちはこれ当たんない場所、こういう感じかな。あ、ギラ、あ、ギラメラだからこっちだね。こうだね。
でバギーで後ろ回り込む。でこれは当たってしまうか、当たっちゃうがよしとします。どっちがいいだろう。 こうでいいかな。でヒャドか、ヒャド、これは、1個下がる。後ろが打ち込みたいね。7番目か。行って打ち込んでもいいね、先に。そうですね、そうしましょうか。でクレリアもダメージ入れておく。よし、行きましょう。はい、待機。ちょ危ねえ。待機で、これは打ち込む。OK で出ておく。出ておくでいいのか。ちょっと待って、向こうの、じゃあここまで出ておくね。はい、待機。あー、なんか変な感じになってる。あー、もう一個前出て打ち込みたかったのに。マジか、これまずいな。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、何もできない。うわー、ローリング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 、ナイス。これはヒャドぞ、ヒャド。次うちのドレアムですよね。うちのドレアム、こういう感じね。あー、落とせないのか。落とせないんですね。あー、申し訳ない、これキラパンやられたね。どうだ、これすごくない、これベスキング、こっから行っちゃうんだよ。でベスキングも確かプラス1移動力つきましたよね。だとしたら最強ですよ。いやー、素晴らしい。はい、というわけで3戦ですね、終わりました。1日目3勝0敗です。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。